はい、今回のテーマとしては台上技術で相手を揺さぶるために踏まえておきたいポイントについて解説をしていきたいと思います。試合において超重要になってくる技術がこの台上技術です。レベルが上がるにつれ大きなラリーの前に絶対この細かな台上でのプレーを経てやっぱりラリーへと初めてつなげていくことができるんですね。ただこの台上技術がいい加減な状態でラリーにつながることなんて全然ないですし、結果試合の価値にも結びつかないんですよね。でそこで今回はその台上技術を試合で活用、相手を揺さぶっていくためにここだけは抑えていてほしいといったポイントについて解説をしていきたいと思います。でその一つ目としては速いボールを打つことだけに固執しないということです。台上で先手を取りたい、でそう思った時にやっぱこう速いフリックであったりツッツキ、そういったところに目が行きがちになってくるんですね。確かに速いボールを活用することによって相手が詰まってくれたりとか得点につながることも全然あるんですけど、それってリスクが高すぎるんですよね。また速いボールを打つことにこだわりすぎて相手の完全に待ち構えているところに打ってしまって、逆に返ってくるボールが速くなりすぎて自分自身が対応できない、そういった墓穴を掘ってしまう方も結構いらっしゃると私は思っています。なので台上技術といえど一番大事なのは相手の逆を突き次の展開に持ち込むことがやっぱり全てだと思っているので、得点できればそれが一番なんですけど、やっぱりその後のことも考えた台上技術を作ってもらうことが必要になってきます。また速いボールをあえて打たないことによって逆にその台上技術を有効的に活かせることもできるようになってくるんですね。大きくバックスイングを引いて速いフリックが来ると見せかけて実はゆっくりのボールであったり、逆にバックスイングが全くなくてただ当てるだけの台上を行うのかなと思ったら実は直線的に滑ってくるような、取りづらいボールが飛んでくるといった相手の想像とは違うことを行うことがやはり台上技術を効かせる上では超重要なポイントになってくるので、まず一つ目として意識をするようにしましょう。二つ目のポイントとしては相手にコースを読ませないということです。ここがやっぱり台上技術のすごい味噌になってくるところなんですよね。やっぱ速いボールとか威力のあるボールを台の中で打ち続けることって絶対できないですし、その威力以外で相手を揺さぶりたい、変化をつけていきたいと思った時にこのコースという部分がすごく大事になってきます。フォアに行くように見せかけてバック、バックに来るように見せかけてフォア、そしてミドルを狙うといった細かい台上の駆け引きが次のラリーの展開にも結びついてくるんですね。しっかり自分自身でコースを狙うことによって返ってくるボールの予測がしやすくなってくる。で相手の逆をついてしっかりコースを狙うことができればほとんどの確率でボールはクロスに返ってきやすいです。だったらそのクロスに返ってくるボールを待ち構えて自分の強打と結びつける形ができるようになってくるんですね。これはもうストップ、ツッツキ、フリック全てにおいて言えることだと思います。ただ特に自分から速い展開に持ち込みたいと思っているときはこういったところをすごく意識をしていただきたいですね。速いフリックを送って速く返ってくるボールを待ち構えてさらに速い展開に持っていく、そういったことを目的にしている方はやっぱり自分自身の送るボールをしっかり狙いを定めて行ってもらうことによってそういったラリーをすることもできるようになってきますので、一番良くないのは闇雲にただ振り回すだけの台上になってしまうであったり、相手のいるところに単純なボールを送ってしまう、ここになりますので、いかにして相手の逆を突くことができるのか、ここを常に考えていただきたいですね。3つ目のポイントとしては長さと回転の使い方です。まずは長さ。長さっていうのは、簡単に言えば短い長い、台の中で止まるボールと台の奥に落ちるボール、これが多く考えられると思うんですけど、私の中で今回お伝えさせていただきたいのは出るか出ないかとかなんですよね。正直めっちゃ短いとかめっちゃ長いだと相手判断しやすいんですよ。だから長いボールに対しては台との距離を取るであったり、短いボールはしっかり足を入れてボールを取りに行く、でそういった対応ができる方って、結構いらっしゃるんですよ。ただポイントは出るか出ないかなんですよ。やっぱりこうやって迷うんですよね。出てきてるから打とうと思うのか、はたまた短いから繋がないといけない、その迷って相手が打ち上げたボールをあえて狙い打つ展開っていうのはすごくおすすめです。相手のサーブに対して
ストップをわざとちょっとサイドを切って出すことによって相手が足を入れてキュッてかけてきたボールを逆に狙い撃ち、これすごく有効的です。特に表選手であったり上からパンパンパンって叩いていく展開を得意にしている方は、まあ、取り入れていただきたい使い方で、この出るか出ないかというのを今は台上のお話なんですけど、またサーブであったりそういったところから取り入れてもらうことで新たな世界が見えると私は考えております。そして回転の使い方、これもちょっとした部分で構わないんですよ。わかりやすいのは切る切らないなんですけど、その切るの中にめっちゃ切るとちょっと切るを使い分けるとか、やっぱり大きな変化がつきすぎてしまうと相手からしても判断がしやすくって、若干の変化でもやっぱ相手って打ちあぐねてくれたりするんですよね。それがやりやすいのが表ソフトだと私も思っておりますので、まあ、同じような打ち方でちょっとラケットの角度を変えて、このツッツキは思ったより切れている、このツッツキは思ったより切れていないといった変化をつけることができれば、相手は自分の思った通りにスイングできているはずやのに台の中にうまく入ってくれないといった、まあ、相手がちょっとこうイラつくようなミスをさせることもできますので、まあ、意識していただきたいポイントですね。そして最後4つ目、これが全てにはなってくるんですけど、ミスをまずしないということです。結論になっちゃうんですけど、やっぱり台上の技術で簡単にポン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 ミスするのは一番ダメです。もう荒っぽい、そういったお話の以前の問題だと思っていて、台上技術を安定して行うことができる選手がやっぱり強いんですよ。逆をつくとかいろいろな話はあるんですけど、まあ、ストップ、ツッツキ、フリック、流し、さまざまな技術においてまずはミスなく台の中に収めることができるというのが、もう相手からしても一番怖いんですよね。そうそう、フォア、ミドル、バックにまずは狙った通りツッツキが行える、ストップはしっかり台の中でツーバンする、流しはサイドを切れていくように打つことができる、それが緊張した場面でも常に行えるようになれれば、そこから相手を揺さぶっていくのって正直簡単なんですよ。だからこそ基本練習を徹底して行うこと、普段の練習からちゃんと足を台の中に入れて自分のストライクゾーンで一個一個の技術を行う、そういった反復練習を毎日毎日行うことによって、まあ、簡単なボーミスというのが減ってくると思いますので、さまざまな応用であったり相手の逆をつくような派手なプレーを行うことも全然構わないんですけど、ただやっぱ自分自身が勝てない時ってやっぱ相手より多くミスをしているということなので、そのミスを減らすというところに一回焦点を置いてもらうことによってプレーの内容というのが大きく変わったりもしますので、まあ、当たり前だと思われて見落とされがちな部分なんですけど、このミスをしないというところは私自身一番大事だと思っていますし、まあ、皆さんにも意識していただきたいポイントですね。まとめとしては、この台上技術で相手を揺さぶる、特にペンホルダー、また表選手は台上技術を効かしてなんぼだと思いますし、その台上技術を効かせるために、まあ、様々な技術の行い方を、まあ、これまでも動画でお伝えをさせていただいたんですけど、ただその技術を行うだけじゃ私はダメだと思っていて、こういった考え方が大事なんですよね。その技術を活用してどういったことがしたいのかというところを、まあ、こういったように考えてもらうことによって、まあ、それが試合の中での戦術にもなってきますし、まあ、自分自身のプレーの目的がはっきりしてくるんですね。目的がはっきりすれば、そのプレーを行うための練習方法というのも考えるようになってきて、練習メニューを自分で考える、強くなるための練習ができる、といったところにもつながってきますので、やっぱり良くないのは普段から同じような練習をただダラダラと行ってしまう、自分の特徴を全く理解せずに意味のない練習を数々行ってしまう、これが一番ダメだと思いますので、自分自身の卓球の特徴、どういったプレーをしたいのか、そういったところを考えた上でこの台上技術も自分に合わせたものを作ってもらうことが、まあ、試合に勝つ上ではすごく必要な要素になるかなと思います。まあ、今回のこのお話、皆さんの参考になれば幸いです。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。